電車待ちとかで長蛇の列とかなったりとかしたりとか、たくさん人もいると思うし、みんなでね、マナーを守りながら一緒にいいイベントにしていきたいと思います。そしてですね、まだまだこちらでグッズ販売してます。ですね、昨日なんですけど公式 T シャツが売り切れました。やったね。でもね、まだまだ公式のパンフレットもまだありますので、そちらもね、買っていただかないと来年もね、また私も開催したいと心から思ってる側の人間なので、心から思ってない人なんていないよね。なのでぜひ皆さん1500円パンフレット買ってください。なんか新聞首かしげてんだけど。ちょっとめっちゃ辛そうな顔してる。ちょっと新聞だけじゃなくて私もちゃんと頑張るので、落とし物の財布が届いてるらしいです。このままだと全部 HIF のシッキーに。あ、よかった。よかったよかった。他にもね、グッズ販売してますので、ペニタン のポスターとか1000円でサインも書きますので、ぜひそちらも買ってください。今日もよろしくお願いします。
それでは皆さんまだまだ楽しんでいきましょう。次の曲は一緒に拳を上げて、おいおいというふうに、この航空祭の飛行機の音にも負けないくらい声を出して楽しんでいきましょう。リアルファイトクライマックス。Yeah.
フェニタンもキャンディーランドの真下にある石川県、こんなにもこんなにもゆかりにある町が皆さんと一緒にこう熱く盛り上がったりとか楽しくできるのがすごく嬉しい。ありがとう。そしてですね、ここでキャンディーランド教団から重大発表があります。ですね、ずっと私キャンディーランド教団を一人でやってきたんですけど、もう一人メンバーが追加されます。それではおいてー、名誉し新しくキャンディーランド教団の千秋ちゃんです。みんな拍手。めっちゃ可愛いでしょ千秋ちゃん。ちょっと一言発して。キャンディーランド教団の天使、はい、岸田です。あ、千秋です。千秋ちゃんです。よろしくお願いします。イエーイ、みんな拍手だよ。イエーイイエーイ。ということで、新しく個前世の記憶を思い出して天使という仲間が増えました。ということで、はいはい、一緒にね、この後最後の曲歌いたいと思います。はい、それでは皆さん楽しんでいきましょう。それゆけキャンディーランド。
時間なんてかけてられない。この頃は天使千秋ちゃんも含めて一緒に頑張っていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとうございます。ハートが言っちゃった楽しかった。楽しかった。どうでした？めっちゃ楽しかった。あ、よかった。暑いね。気をつけてください。初ステージキャンディランド教団天使の千秋ちゃんでした。ありがとうございました。すごい。じゃあ最後一緒にキャンディランド教団の女神プニタンとキャンディランド教団の天使千秋でした。ありがとう。ありがとうございました。またのまたの言ってる。またの昨日から地味に言ってるんだよね。またのまたの